初めてを見せてくれるのは博多区の熊倉大輝くん9ヶ月熊倉家の次男として生まれ、お兄ちゃんのおもちゃを狙って追いかけるやんちゃな男の子です。そんな大輝くんが今回初めて体験したのは初めてのトマト。パクッと初めてのトマトはどうかな。酸っぱい。顔をしながらも大喜びの大輝くんでした。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてに挑戦するお子様を動画で紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。